持ってないんですよ。でだから逆に諸井さんと出会ったことが、まあ、そういうチャンスで、まあ、それをやめてたのをまた復活させたということだったんですね。でまあでっかいもの作ろうということになって、で最初うろうろ回ってて、なんか寿司屋かどっかのクソまずい寿司屋行って、もうなくなりましたけど、回転寿司屋に行って、まあ男2人でですね、2時ぐらい観覧車乗ったりですね、観覧車乗ったんですよ、2人で2人で、あのなんか観覧車乗ったんですよ。ほんならね、入り口で写真撮られて、男2人でね、ほんで出口で売られて、もうさ、そのもの買うなって言ったんで、僕分かったんですよ、ちょっと写真なくしたんですよ、持ってるまだ。であれがちょうどセプテンバーイレブンの1年前で、僕ドクロのついた飛行機がね、下に突っ込んでいく、T シャツ着てたんですよね。でだから何か予感っていうか、室井さんとやっぱり世界経済っていうか、このままでいくとやっぱり世界が破綻するんじゃないかと思ったんですね。あのやっぱり新自由主義が行き過ぎちゃって、もう貧富の格差がすごいついて、圧倒的な南北差がついてきたら、このままで絶対終わらないからね、まあ、世界が極めて不安定な状態になるんじゃないかっていうのは一致してたんですよ、2人が。ほんでそれで、あ、これはって見上げたところにバーミヤンの石窟があったわけです。あのバーミヤンの石窟っていうのはタリバンがぶっ壊したでしょ。あの仏像をね、ダイナマイトで破壊した映像が何回も流れてて、あそこを椿さんと2人で寿司食いながらね、しかもパッサパサのね、もう3時ぐらいですから、あのパサパサの寿司を食いながら、ね、ネタがね、反ってるんですよ、上向きにそれめっちゃ薄い2ミリぐらいのね、マグロとか全部反っててね、ネタが全部ね、乾燥してるんで、それでそれでもういい加減疲れてね、お互い口利く気もしなくなってね、黙ってたけど、ボソッとね、椿さん、あそこのなんかくぼみってタリバンのね、あのあれだよね、あの魔大仏のね、あれみたいだよねって話して、あそこにさ、仏像じゃなくてなんかでかいこうテントウムシかなんかいたらば面白いんじゃないみたいなこと言ったらば、これはすごい不機嫌だった椿さんがまた急にね、元気なので、よいさん、それやみたいなこと言ってね、いや、いけると思う、いけるでみたいなこと言っていや、だってあんなところにね、相当でかいもんじゃなきゃ無理でしょっつったら、いや、いけるで、今バルーンがすごい進化してるんや、嘘だったよね、嘘だったけど進化してるわ、進化してる店もあったんやけど、すごい進化していて、今あれぐらいのものはね、しかもね、今はもっと難しいけどね、300万だったんですよ、制作費が。300万あったらできるでって断言したんだけど、現実にはあの6500万円いや、だからちょっと計算間違っただけそれで2人で異様に盛り上がってね、板こちに走ってって、で上から下まで全部あのエレベーターに乗ってみて、でそこから椿さん戻って急にやる気出して、であの若い人と一緒に CG をね、たくさん作ってくれた中の一つがそのバッタの CG だったんですよ。その時には、まずデザインを椿さんが CG で作って、その時の形はこの模型に似たような、いや、あのね、あのねちょっと恥ずかしいけど、ボウクワガタとかね、サナギとかいろいろあるんですよ。だからあのモスラみたいにサナギがついてて、クライとかサーチライトが当たってるやつとかね、オオクワガタが揃ってるやつとかね、いろんなパターン作ったん、実は。でもあの結果的にこれになったんですよね。まあサナギが一番良かったけどね、結論としては、ね、めっちゃ不気味なやつね、サナギがあれそっかり、そうじゃなくて危険性が一番低かった。ああ、そうか、風のね風に対してね、でまあでも結局その 200m のバッタの CG をもう椿さんは夢中になって、これは絶対これじゃなきゃいかんっていうから、まあ納得しましたけどね、確かにインパクトがあったんでね、今みんなにね、なんでバッタなんですかってもう何百回も聞かれてるんですけど、あのそれが一番かっこいい CG だったんですね。それから下向けに置いて一番いい牛がね、まあ要するにカマキリとバッタぐらいしかいないんですよ。カマキリね、上向きなんですよ。あとこう上向きにすると昆虫標本みたいになっちゃうでしょ。だから下向きに置いてこう挑みかかってくる、あの襲いかかってくる感じが出せるんですって言ったら、まあバッタが一番メジャーな。でこれあの実は子供のイナゴなんですよ。だからあのコンセプトはね、このビルじゃなきゃダメだったコンセプトは形もあるんだけど、インターコンチネンタルっていう名前が重要だったんですね。インターコンチネンタルっていう、そのグローバル経済っていう、グローバル化する社会とか、もうそういうことに俺もずっと こだわってたから、今もずっとこだわり続けて作品作ってるんだけどね。でだから絶対これじゃなきゃダメで、もうインターコンチっていう名前聞いただけでも1個しかないと思って、で当然グローバル経済だからイナゴなんです、これイナゴの幼虫なんですよ。だから羽ちっちゃいんです。
赤ちゃんやから成虫やったら羽が下までゴゴンと行くんですけど、ちょこっと背中についた状態なんですね。だからこのまま放っとくと200m、これ 50m やけど 200m ぐらいになって世界は全部食い尽くされるぞとということなんですよ。だからキャピタリズムに新自由主義に世界が全部飲み込まれるぞっていう意識で作ったんですよ。だから多分こんなこと言ったら怒られると思うけど、そういうことを思ってる世界中の若い人たちとかとやっぱり意識は共通してたんでしょうね。綺麗に言ってるけど、まあ、かなり後付けてきましたね。後付けというかもう一つあって、バッタはインターコンチネンタルな昆虫だっていうのもね、そうこれも後付けだったけど、要するに虫って大陸によって形態が違うんだけど、バッタはどの大陸でもこの形態をしてるからインターコンチだっていうね、まあ、すぐ分かるんですよ。でそれと後でやりながら気づいたんですけど、やっぱり行政の人たちがバッタやったら分かってくれるとこあって、昔俺も撮ってたとかみんな知ってるんですよ、バッタやったら。だからバッタやったら妙に盛り上がって、女性には超不人気あったんですよね。不人気、もう見るなり気持ち悪いっつって、はい、もう背ける人とかね。 あとバッタなのにカマキリ気持ち悪いって言って絶対カマキリだと思い込む人とかね、あんまり虫のこと知らない。いや、いろいろあったけど、よくまあホテルが付けさせてくれたっていうのは、これが一番で、最初はね、イルカはダメですかとかいろいろ聞かれたんですよ。横浜やからイルカ全部ダメって言って、ちょっとキモいやつじゃないとダメですって言って、これをなんとか付けさせてくれたんですね。それは、すごくよく覚えてるけど、そうじゃなくて、どこかいろんな部署の支配人の人、支配人会議みたいなところに行って2人でプレゼンしたんですよ。そしたらね、1人の方がね、私実はね、女子社員に全部この CG を見せてね、どう思うと聞いたら全員が気持ち悪いって言いますね。我々はホテルはね、お客様商売ですので、全員が気持ち悪いってものをちょっとつけるのはどうかと思うんで、いかがでしょう、イルカは。もうそれだにノーって言うんですよ。そこは譲らない。だからよく許してくれたな。今日その、ね、CG をぜひ私見たことがないで見たいなと思うんですが、実際にそのプランができて、これは海外で生産、バルーン会社が生産されて出てきたというふうに伺ってまして、今日私なんかこれを見とっても可愛いなという印象を受けたんですけれども、実際にそのプランと出来上がってきたものとちょっと違ったということもあるんでしょうか。いや、まあ違わないというよりも、お願いした業者がもう超エキセントリックな人で、もうそれに僕らも室井さんも散々悩むというか、何もないのにお金払えとか、もうそれは本読んでいただいたら分かるんですけど、まあ、とんでもない人やったんですね。ブッシュジュニア大統領の弟のジョージア・ブッシュっていうね、テキサス州知事に認められて会社を作ったと豪語する男だったのね。いや、はっきり言うと詐欺師やったんです。で、引っかかっちゃったんですよ、僕ら二人とも。最後まで何が来るかも分からずね、フロリダの工場で作ってるとかね、いろいろ言われるけど、何にも分からずに。椿さんは、まあ、このバルーンに似てるんですけども、もうちょっと鋭角的な、ね、デッサンでこういうイメージで描いて、でそれをね、てっきりね、彼がその広島の会社の人なんで、広島の工場で作ると思い込んだんだから、俺何回も広島に行って詰めるから大丈夫やこんなんで最初はっつったらば、アメリカで作ってますって言われて、でフロリダで作ってる風景の写真1枚ね送られてきたんですよ。メキシコ人労働者が塗ってるやつなんかね、全然納期が遅れて、そしたらそう、なんかプエルトリカンのキューバ人なんで、キューバ人の労働者が残業代出すと言っても帰っちゃうって遅れますみたいなことで全然届かないんですよ。でも確かね、だからもうプレビューの1日前ぐらいかなに届いたんです。あそこにいる橋本くんがよく知ってると思うんですけど、みんなで僕のグラウンドに来て、それまでは僕らはもう生きた心地もしなかったんですね。それでこれみんなで開いて空気入れて顔を見て、俺たちも